はい、どうもゆたです。今回はちょっと VAB の愛車紹介をさせてもらうんですけど、多分皆さんご存知の桃目内さんにちょっと紹介してもらいますんで、はい、お願いします。お願いしますこの車 TC380 です。こちらの TC380 って、はい、限定車レア車になってます、はい、外装は、はい、リップが、はい、これ銅円の、はい、ついてます。カーボンのやつ、そうですね、ですかね。でそこに黄色いテープを貼っている感じ、ワンポイントで、はい、はい、いいです。これはなんか後付けの、あ、そうですね、ちょこっとちっちゃいちょこっと可愛いやつがを後付けでついてます、はい、これは、これはどうなってんですか。カーボンのフィルムを貼ってます、はい、あ、貼ってるんですね、はい、貼ってます。外して多分、はいはい、はい、貼ってるんだと思う。これはちょっと見たことないです、ね、本当に初めて、はい、これはナンバーもオフセット、そうですね、ナンバーのやつ、エボテンの多分エボテンかな、はい、流用してがつくんですね、はい、使ってます。あ、すごい、ここがインターネットのお店って、あ、あとですごいぴったりついて一箇所穴開けるのかな、多分あ、これにこっちに、はい、あ、そうなんですね、開けるんだと思うんですけど、結構しっかりじゃあついてるんですね。そうですね、あとエンブレムもじゃあ変わってて、はい、リップであって、これもあれですよね、S4 のカバーですよ、そうです、S4 のフォグになってます。僕もこれ、ここをフォグじゃなくて、はい、ブレーキのダクトにして、はいはい、ブレーキ冷やすのもありかなって考えてるんですけど、ちょっとまだやれずに考え中で楽しみで、はい、このホイールはどこですか。アドバンの RG3 になりますね。サイズはいくつですかね。 9.5 の45プラス45、うん、プラス45になってます。だいたい VAB このサイズが多分定番で皆さんそうですね、入ってますね、ちょうどいいサイズで、うん、ちょうどムチムチになる18インチですね。18で、はい、タイヤもミシュランで、そうですね、 PSS みたいで、あ、そうなんですねなるほど、はい、これカーボンのミラーカバーですね。これエンブレムはなんか、これどこのやつですか。なんか純正ですか、もともと。あ、社外品のものかな。僕あの S4 のやつつけてるんですけど、なんかちょっと色味違います。なんか僕の真っ黒なんですけど、なんか。違って初めて見ました、この色が。そうなんですね、確かに、うん、皆さん結構見たら黒っぽかったんですけど、そうですね、このサイドも黒に塗ってるんですね。サイドはリップ、スカート、スカート、はい、まあ、これどこなんだ、これ STI の違いますかなんか似てる感じで、うん、黒いツヤツヤのものが好みみたいな、ね、黒白でかなり決まっててあとハンドルのこのプロテクターみたいなのもついてますね。このあのデカールとかラインのレボグ、レボグ用のが当たります。リアは結構カーボンが満載なんですけど、この横のはこれバリスですよね。これは見たことあります。こっちのカーボンのやつあんまり見たことないんですけど、これがアクシスパーツさんのものになってます。これ出てるのはちょっと初めて知りました。結構ごつくて、そうですね。このマフラーってどこのですか。マフラーは H ケースの、 H ケース、はい、もともと多分 TC380 に付けてる、はい、ついてる、あ、もともとこれなんですね、はい、そうですね、
ぱこのエンブレムがいいですね、やっぱり。ね。BC380。激レアさ。この羽も元々 BC380 って。ついてなかったんで、後付けで。なるほど。これは どこのやつですか、こっちの。ローウェンの、あ、ローウェンのやつ、はい、あ、なるほど、2つ羽がついてる。インパクトが。あとこのテールも変わってますよね。バリスの、はい、バリス、あ、これバリスなんですね。あ、俺気づいちゃったんだけど、あのカーボンの屋根が。これあ、これラッピングですか。はい、あのアンテナは売ってるんですか、あれは。かぶせた。あんまり多分ルーフラッピング見ちゃうと、細かいところ見ちゃうといけないやつ。いや、でもいいですね、やっぱり。室内は、バケットがまず、TC380 タのロゴが入ってる。SR6 が2脚入ってるみたいです。あとシフトノブも変わってますね。あとハンドルも、あとハンドルも変わってるみたいです。あれアルカンターラとかですか。アルカンターラ、アルカンターラ、いいな。あとブーツも赤で、そうですね、あれは変えてるんですか。あれも変えてます。あとはブースト系ですかね、あっちにあるの。あ、そうです、ブースト系と、あとレーダーが、レーダーが。赤が、赤ですごくて統一されてます。すごいな。まずどこから、このインタークーラーが AV用の、これ結構効果のことはあるんですかね。走ると若干効果はありますね。あるんですね。夏になってやっぱどうしても、はいはい、あとなんかここシムスのインダクションボックスが今注文中らしいです。で、あとペリンのインテークと、こっちが透明ですかね。あとはクールナッツのなんだっけ、ホースがブロバイ、はい、あとベルトカバー、ここもサムコのやつ、はい、下のロアホースの方も変わってる感じ。あれか、なんだっけ、ブレーキの、あ、そうです、ストッパー、ストッパー。青だからクスコですかね。そうですね、色を赤で揃えたかったみたいなんですが、はい、なくて。なるほど、そこだけ仕方なくて、ちょっと。あとタワーバー、これ STI のやつですかね。そうですね。なるほど。あとこれはアーシングですかね。そうですね、貼ってあるのはアーシングになります。あとフォトスポーツの純正強化、はい、ブローフバルブ、はい、これ足はどこのですか。足エンドレスの、あ、ジェルファンクションとか、はい、そうです、はいはい。あとこれ TC380 なんで HKS の GT3RS のタービンに変わってます。ここのこれアクチュエーターって、これにもともと GT3 についてるやつなんですかね。あ、なるほどです。じゃあこんな感じで今日はね、あの挨拶紹介終わりになりますんで、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、バックフォグのところもなんか点灯するみたいです。あ、いい音。